はい、こんにちは。東京ネームタンク後藤です。東京ネームラジオ第20回。東京ネームタンクはネームの構造から学ぶ教室と、さらに面白さを追求する研究室で漫画の未来を作っていく、そんな漫画技術研究組織です。毎週月木更新の東京ネームラジオでは、教室研究室を進める上で得た新たな知識や経験をフィードバックしていく、そんな番組となってます。まずは YouTube ボタンの方登録お願いいたします。さあ、もう20回ですね。早い早い。さあ、そんな感じで、何がどんな感じでだ、ね、まとめて収録してるのでね、前回の引き続きな気分ですが、皆さんはね、何日か空いてるという感じですよね。さあ、今日はこの話をしたいですよ。僕は、出たよ新人コミック大賞ドーンドーンすごいよね、これ。新人コミック大賞っていうのがですね、小学館の方で、いろんな雑誌とにわたってやってるわけなんですけれども、この第78回、小学館新人コミック大賞受賞作、少女女性部門、入選一番上ですよ、これ。アルパカナレ、田中直子先生、神奈川県33歳。ね。これ、すごい。ネームタンクによく来てくださる田中さんですよ。田中先生ですよ。ね。このね、アルパカネームももうね、最初の方からね、ここで作ってましたよ。すごいですよ、これ。ね。だって一番だよ。ね、副賞のね、副っていう字がもう、だってもう、あまりのめでたさに、これ、幸福の服になっちゃってるもんね、これ。フラワーズ、今買って僕見てますけど。すごいことだ。ね、賞金もすごい金額だ。ね、コスパがいいよね。受講料を支払ってもですね、10倍以上の、いや、10倍どころか、これあれだよ、多分。わかんないけど、特別育成金みたいなことも書いてあるぞ。これもしかして50倍ぐらいになってペイバックされてんじゃないのか？おー、すごい。ね、皆さんもぜひ引き続き来ていただけるとですね、もしかしたら田中先生に引き続き、ね、入選取れるかもしれないみたいな。実はですね、そう、あれなんですよね。ネームタンクって、この新人コミック大賞と相性がいいのか、新コミ二人目なんですよね。なんか、すごくないですか？始まって、まだ半年のところですが、まあこれ実は、前の教室の、ね、一個前の前の教室のこともね、深く関わっていたわけだけど、まあそこも、まあ僕がね、やってたことではあるので、まあいいとして、一括りにしてしまうとして、ね。どんな話か一応ご紹介しましょうか。っていうか、まず、これ、あれですよね、来月の、いや、もうもしかしたらこれを配信する頃にはちょうどこれが出てるのかな。7月14日売りの増刊フラワーズ秋号に載ります。ので、ぜひですね、7月14日増刊フラワーズ買ってください。そして、このアルパカナレ見てください。めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。ね、アルパカさんの話です。アルパカのシーポンの話です。シーポンめっちゃいいですよね。あらすじって書いてあるところじゃ読むと、シーポンはアルパカになりたい羊の男の子。もうこの時点で面白いもんね。なんだそれはと思って。いや、田中さんのいいところってそこだよね。羊がアルパカになりたいと思ってるって、どうしてそれ思ったと思う。すごくいいよね、その発想。ね。で、友達のアルパカ、アルバートと一緒に、望みを叶えてくれるという伝説のスカーフを手に入れるために冒険に出かけるけれどって書いてある。うわぁ、これは気になる。どんな冒険が待ち受けているのか。ね。
ね、シーポンのキャラもいいし、まずやっぱり、田中先生のいいところは、そのセリフのやりとりとかがすごく面白いことですよね。で、やっぱりそこに妥協もないし、うん、セリフ面白いやりとりを、なんかもうすごいいつも練って作ってて、書き出したりぐらいしてるイメージですよ。なんか、うん、こだわりすごいよね。だからそこまで、うん、ストーリーの流れが、まあまあ、ストーリーの流れ自体にすごい凝ってるかっていうと、多分結構シンプルな話だと思うんですね。伝説のスカーフをね、本当に探しに行くっていう話だから。で、その中ででもそのやりとりが面白ければ、もう全然やれる、戦えるっていうことだよね。ちゃんと武器も持ってるし、うん、いい感じだと思ってます。まあちょっとだからじゃあ裏話的な話をさ、せっかくね、身内の方なんで、ね、皆さんに報告するとさ、一旦このアルパカ慣れもさ、すげえいい話できたなと思ってたんだけど、泣いて帰ってきたことあったからね、田中先生ね。どこだったかな、コミティアかどっかの出張編集部に行って、でもその出張編集部の時にさ、なかったんだよね、本来持っていきたい雑誌が。それで、あ、違うな、コミティアじゃないか。どっか別のところだよね。コミティアだったら多分あるもんね。なんか別のところで、行って、で、そんで、なんか、まあ、しょうがないから青年誌の方に行ったらしいんですよ。で、青年誌の方に行ったら、もうなんか全然、なんか、ダメだと。ね、良くない、みたいなことを言われて、もう、なんだと。ね。でも、それで、でもさ、それで、また、ネームタンクが来てくれて、相談してたんだけど、いやでもそれで思った、でもその悔しさってさ、そう、わかるよね。だって、なんだろう。しかも、まあでもそれってさ、言っちゃえばさ、その、本人もわかってたと思うんだよね。青年誌のところに行ったら評価基準が違うっていうのはわかってて、だから、自分の、その青年誌基準での足りなさっていうのは自分で分かってるわけじゃないですか。青年誌として見たらね。で、それを分かっている上で、その分かっているところを指摘される悔しさってさ、やっぱりすごく悔しいよね。っていう悔しさを僕は思うけど、田中先生が全然いや、そういうことじゃないって思ってる可能性はあるかもしれないけどね。うん。だから、なんだろうな。その、悔しい思い、自分の武器が見てもらえないっていう悔しさもあるよね。なんか、つまり戦えない、そう、戦えない悔しさだよね。ってあるよねと思って、だからもう一方的にやられるしかない状況になっちゃうわけじゃないですか。そんなところに行ったらね。でもよかった、そこで心折れないで本当にね。その後にね、結局ね、それって確かその途中では原稿を途中の段階だったと思うんですよ。でもそういうことがある途中にあるとさ、その原稿をやる気なくしちゃったりするじゃない。でもそれが偉かったのが最後までやっぱり書き上げたことだよね。でそこでちゃんと書き上げて本来戦うべきところに出したら優勝っていう、優勝じゃない、優先ねっていう、これあるよね。それぞれの舞台っていうのが、実はその前の新人コミック大賞の時もそうだったんですよ。なんかいろんなところで違うって言われて、で女性誌のところで撮ったんですよね。だからやっぱり全然違うところで見てる、評価基準が全くガラッと変わるので、やっぱり自分の作品を信じてあげることって本当大事だなと思いました、改めてね。その自分なんか、この話ちょっと前にもそのネームラジオじゃないところで動画で残ってるかもしれないんだけどもう一回言っちゃうと、なんかやっぱり編集さんの面白くないっていう言葉にさ、そのどうしても影響されちゃって、編集さんの面白くないっていうのがね、世界中のみんなにの面白くないなんじゃないかって思っちゃうんだよね。でもそんなことなくて、なぜならまず各こうたる事実として、私はこれを面白いって思ったんだっていうことを忘れてほしくなくてね。それって私はこれを面白いと思ってるっていう、だからもうその
ことが何より大事で、そこで戦わなくちゃいけない、戦ってほしいんだけど、でもやっぱり、だからこれって自分が面白いと思ってるっていうことと、編集さんがそうでもないっていう、その戦いなんだよね。だから、そこで、それは単純にその編集さんのっていう、その編集さん、まあ、その編集部に、その雑誌の傾向とかを踏まえたその編集さんとしての、あくまで一人の、との戦いなんだから、そこで、あ、それが世界の全てなんだって思わないで、自分の面白みを打ち出していくっていう必要が何よりあるだろうと思っています。ね。ね、だから、絶対面白さってあるからさ、ね、もちろん過信しろって言ってることじゃないよ。でも必ず面白さが絶対ないっていうことではなくて、もしも、だって面白さがなかったらさ、出したり持ってったりしないわけじゃないですか。必ずその、やりたいことっていうのは、面白いっていうのは必ず入ってて、もしかしたらまだ未熟で、それが磨ききれてなくて伝わらないっていうことは全然あると思う。ね、それはあると思うんだけど、それは磨いていけばいい話だし、ね、だからそこで折れちゃうことはもったいなすぎるからさ。正直僕は編集さんには、その、もしまだその面白みが磨かれてなくて埋もれちゃってるんだったら、その埋もれてるものを見つけ出して磨くお手伝いしてほしいなって思っちゃうんだけど、やっぱりそうも言われないで全然ダメとかいう感じになって、お門前払いみたいになることもあるから、もうそうなったらやっぱり、信じて、良くしていく。そして、ね、諦めずに最後まで仕上げて出す。ここら辺大事なんじゃないかなと思っておりますよ。いやー、良かった。本当に良かった。ね。というわけで、皆さんもぜひ、このアルパカ、慣れ、ね、尻尾見て勇気づけられてほしいなと思います。なんかあれだよね、内容的にもやっぱりいいよね。その結構コメディックなんですけど、ちゃんとその人自身も入ってるなという感じがして、やっぱり何かになりたいっていう気持ちがねやばい、言いすぎるとこれあれだ、打足になっていくこういうのは言っちゃダメなんだ、感じ取ってもらわなくちゃダメなやつだよね。そう、何かになりたいっていう気持ちとかがね、すごくいいよね。うん。それが叶ったいい作品になってると思います。応募総数180作品の中から1本ですよ。入選1作品。すごいよ、シーポン。頑張ったな。183作品の頂点に立ったわけでしょう。すごいことだよね。でもやっぱりこれも、わあ、告知始めたこの人。ね、ネーム構造を知って、ね、やっぱりネームの大枠というか、こういう構造を取ってるっていうのがしっかりするだけで、まず作品としてね、しっかり成り立ちますよね。で、その上でキャラクターが面白くてってなったら、いけるよっていうことだよね。さあ、じゃあ皆さん、ぜひ、もうこれ、あれ、今回あれだな、最初から最後までこの話しかしてないね。ネームタンク来てください。お待ちしております。それじゃあ、作業の方引き続き頑張ってくださいね。東京ネームタンク後藤がお送りしました。東京ネームラジオでした。田中先生、本当におめでとうございました。